うわ、まぶしい。めっちゃ晴れてんじゃん。先生、何か悩んでるの？これもしかして、別れ？旅の別れ？そうか、太陽だったのか。マリオくん、オリビアくん、今すぐ太陽の祭壇行ってみよう。ここだな？なんか、階段があるね。これ、どういうこと？この祭壇そのものが古代人の証拠へと続く道の入り口だったというわけだ。そこに書かれていた太陽に香りを捧げるとは、つまり、太陽が出てる時に太陽光を使うことだったのだ。あー、なるほどね。まあ、これでじゃあ、こいつの目的が達成されたってわけだな。え、俺らも中に入るの？あ、ひんやりとしてんの、ここ。あー、なんだあれは。だって、冷凍保存されてるキノピオがいるじゃん。ちょっと待て、この伝説の古代服はまさか、これ古代服なの？ドワー、これまさかの伝説の古代人ピオ本人 冷凍保存されてたんだ、地下に。あ、待って、これ、ああ、日神の力だ。氷溶かせるわ。なんかこの氷溶かせないかと思ってた。来た。え、これ生きてんの？ こいつなんか敵臭するけど大丈夫かな？あれ、なんかキノピオも焼けてない？あ、大丈夫か？ いや、ピクリとも動かないぞ。まさかすでに寒すぎて体がカチコチに凍ってるのかも。もう一回火で焼いてみます。 そんな、ああ、起きた起きた。よせよ。 助けてあげたのに、なんだ。神は火気厳禁だぜ。神か。 神か。おお、喋った。古代なまりがあるが、我々と同じペラ語が通じるのだって。やっぱこれペラ語って言うんだ。そう、俺の名はキャプテンピオ。エターナルを超えてフリーザとかでここにフリーダムを手に入れた。いや、こいつ助けない方が良かったんじゃね。古代人の研究でどうしても解明できなかった最大の謎があるのだ。それを本人に直接聞いてみる。私はこのために古代人を追っていたのだ。いや、こいつね、俺の予想だと古代人じゃないんじゃないかな。朝食はパン派ですか？ご飯派ですか？お前マジか。コーンフレーク。 あー、まあでもこれでこいつが良かったならいいかな。我が青春のマリンゴをこの手に取り戻したい。これさ、俺ワンチャンまた船で乗るんじゃないかな。あ、なんかどっか行っちゃった そうだな、俺らも次の紙テープだな。次紫か。あ、なんだ、なんだそのジェスチャー。え、大海原に紫テープが。あ、やっぱそういうことだな。よし、こいつはいつまでついてくんの？わかんないけど。まあ、そっか、この近くに、あ、あったあったあった、これだ、これこれこれ。これでタウンに戻れる。いや、ついに4ステージ目か。あ、私はこのままこの砂漠にいるぞ。また戻ってきたらいつでも合流しよう。いや、こいつめちゃくちゃ強かった、本当に。まあ、じゃあ行く前にちょっとショップで武器とか揃えよう。やっぱ結構追加されてるな。さあ、久しぶりにやってきたな、また大海原行くぞ。お、来た、大海原。うわー、大海原広い、超でかい。これ多分先の方に行けば紫のテープがあるんだよな。果てしなく大きくてなんだかロマンを感じますわ。多分さっき言ってたロマン号なんかすげえ関係すると思うんだよな。あ、あった、紫の紙テープ。あれ？これさ、水の中にある？このテープ、もしかして。え、これどういうこと？今度は海の中か？なんか先進めばまたどっかあるのかな？ある！紫の紙テープがあるから、これどんどん続いてんのか？え？なんか何これ？波？霧？この奥にあるけど、こっから入れる？あ、一応入れるっぽいけど、うわー、ストップー！ これ見えないよな。大丈夫かこれ。すごい霧だ。あたり一面真っ白だ。これじゃあ進む方向がわからず迷ってしまう。これ以上進むのは危険です。うーん、困ったな。この時に海図があれば迷わずに進めるんですが、海図ってあるか？今よりはるか昔、ピオって名前の伝説の船乗りなんだ。あ、まあそうだよな。じゃあピオいねえかな。ワンチャン博物館にいるかもしんない。やっぱそうだ、なんか博物館にワンチャンいるっぽいから行ってみるか。あ、博物館着いた。そう、なんかマリン号が博物館に飾ってるらしいんで、あ、これか。あー、でもなんか、本当にいたかも怪しいもんですって言ってるから、まだ来てないのか。あ、いた。いたよ。 我が青春のマリンゴ、再び俺のもとに。あ、ピオさん見つけた。これで海の中を潜れるようになったのかな、このマリンゴがあれば。あ、海図が欲しいか。ならば取引だ。俺とマリンゴ一緒に大海原に連れて行ってくれ。あー、マジか。今度はじゃあこいつが味方になるってわけか。あ、そういうことならお任せください。私の船にマリンゴを乗せて一緒に大海原行きましょう。物分かりのいいやつだな。博物館の人かわいそうだぞ。だが、無視していくと、もう次のシーンではもう、マリンゴーが船に乗せられてるっていう。礼を言いたい。
いや、むしろ霊よりこいつだな。大海原の貝塚か、これが。いや、汚っ。いやー、しかし古代人が生きてたなんて本当にびっくりですよ。結構簡単に信じるんだな、チョロ。あ、マリンゴ返してくれるんだ。このマリンゴね、ダサくね。なんかすげえ弱そうな感じがある。いや、でもこのキャプテンピオ強そう、味方にいたら。海図があるらしい。あー、なるほど。これで霧に迷うことがないんだな。このドクロはどうした？これはすでに俺が見つけた島だ。さしずめドクロ島と呼んでいる。このドクロ島には大海原と霧の重大な秘密があると言われてるだって。じゃあここ行けばいいんだな。あ、マリンゴを潜れるんだ。なるほどね。一回ここ潜ったらなんかないかな。あ、なんかありそうだ。詳しく調査してみるかだって。やっぱ紙テープがある場所はなんかあるんだ。あ、これでマリンゴ視点で見れるんだ。砂の中に刺さってるんだ。ちょっとわかんないよな。そういう風に見れるんだ。まあ、ドクロ島目指すかじゃあ。お、霧入ったけど、これで、そう、海図開けば、あ、進んでるね。このまま一直線でドクロ島着くわ。あ、着いた。これだな、ドクロ島って。うわ、結構チャッチーな。だいたい物語って最初に神と戦うからな。あ、アクセサリーショップの人がいる。しかもこのドクロってよく見たらまるでお顔みたいですわ。ほんとだ。まあじゃあ行ってみるか。このなんかアクセサリーショップの人いるから買ってみよう。え、これキラファイヤーフラワーじゃね。あ、普通のファイヤーフラワーだった。ゴールドタイムプラス。ゴールドタイムプラスってこれシルバータイムプラスのもう一番上のやつか。あ、ほらこれゴールドタイムプラス一番上だ。このシルバーガードとシルバーハートがね、一番上になったらね、強いね。まあでもね、紙っぺらとかも、もうめちゃくちゃあるから、てか、お前敵だったか。よいしょー、これ倒したか？オッケー。割とね、相手もやっぱ強くなってきたし、整列がね、難しくなってきたわ。え、なんか裏にあるな。え、そっち道あるんだ。お、これはキラーアイスフラワー？強くなったな。これ絶対キノピオのマークじゃん。何が出てくる？いや、カフェだ。久々に見たな、このカフェ。お、来た。カタカタ、いらっしゃい。これ、前のカフェは普通のノコノコにクリボーだったのになんか骨になってんな。まあ、サンズのラテか頼むか。めちゃくちゃ不気味じゃない？ここのラテは。あれ？マリオどうした？コーヒー飲まないの？いやー、飲みにくい。お、クリボーだ。ここのコーヒー結構うまいんだぜ。なんかいい音楽流れてる。お客さん、スプーン加えて遊ばないでよ。これ多分ね、クッパ軍団のやつらなんだよな。ところで奥のお客さんはいつまで寝てるんだろう。いや、もしかしてそっとしといてやれよ。昨夜徹夜でうろついてたから疲れてるって言ってたぜ。まあでもカロンってなんか生き返るからね。あ、まあこれで、お、 HP 全回復。ただ全然 HP 減ってなかったからそんなに意味ないっていう。いや、ここ入れるっぽいな。なんか新しい場所来た。これ絶対なんか入ってるじゃん。まあいいや。ん？これ怪しいけど何もないのか。ん？え？これはなんかどうなってるんだ。反対の耳からも入れるかもしれないっぽい。ほんとだ、どうやら入れたわ。あ、なんかさっきと火の位置が違うな。これでさっきと一緒にすればいいっていうことかな。多分ね、これだとさっきと同じなんだけど、どう開かないか。左右対称だな。あ、やっぱそうだ、左右対称にしたら開いたわ。ぼ、あ、そこに出てくるんだ。なんだそれ。あ、待って、なんか今キノピを助けたら海に眠るお宝の場所を教えてくれたんだけど。え、お前ピーノより優秀じゃん。お、これはなんだ。これ押したけど、あ、奥に続いてんのか。これ上に上がれるってことか。あ、なんか宝、いや、これ絶対フィギュアじゃん。いらないよ。あー、フィギュアだ。でもマリンゴだからちょっとかっこいい。お、え、そんなところに出んの。え、うわ、あ、入れた。何これ、これ、あ、回せるんだ。これ前向かせれば、あ、前向いた。なんか読めるな。極楽に行きたければダイヤ島で3つのオーブを手に入れよう。これが鍵だな。何、後ろのやつ。え、扇風機じゃん。これ霧飛ばせんじゃね。あ、そうだよね、周りの霧を飛ばしてくれるっぽい。これデタラメだな。何これ、どうなる。うえー、めっちゃ綺麗だな。いいね、この時のためになんか毎回用意してあったのかもしれない。やっと晴れた。さあ、じゃあ次のところ行こうか。お宝ってここら辺じゃね。ちょっと待って、見てみよう。あ、え、コインのこと、もしかして。ワンチャンこのぐるーっと回ったここら辺にあるかもしれない。あ、やっぱそうだ、お宝あるか。これでお宝を取って
て、で引っ張ると、いやーフィギュアか、いやワンチャン違うのが入ってる。キノピオなんでこんなやつ知ってたんだ。うわー、これが包帯ハリボテクリボーな。こいつ戦ったな。これなんかワンアップキノコのさ島があるんだけど、すげー気になるな。あ、追加された。おい、ここまだ見つけてなかったのかよ。固まってるんだけど、キノコ島が。あったかいのに。どうしたんだ、なんかこいつが知ってそうだな。漂流してやっとこの島にたどり着きました。いや、こいつ知らなそうだな。あ、ひがみの力が落ちてきたんだけど。オッケー、溶かせたな。この中にいるキノピオ大丈夫なのかな。誰もいないな。本だけあるな。先があるっぽいな。この先は、このドア何かが足りないような。あ、ドアノブか。で、ドアノブみたいの持ってねえな。まあ、とりあえずいろんな島に行きたいんだけど、あ、ここで紫のテープが終わってて、これなんかハートの島だな。これ新しい島だな。もうピオね、全然見つけてきてないんだよね、島を。これなんてど真ん中にあるしな。もしかしたら昔はなかったのかもな。ん、ここなんか、ん、違うな、これ上がれる。あ、いや違う、後ろに通ってこっちに来れるのか。ここにもさ、上にキノピオの像があるね。これどうやって上がれるんだ。あ、なんかボタンあった。ここを押したら回る。そっちでいいのか。なんか本、あれ何それ。あ、またボタンある。だから全部ボタンを見つければいいんだな。あ、これもう半分だな。あった。いや、これじゃない気が。いやー、合ってる。これで着いたらどうなんのそれ。階段が出てくんのか。え、これマックスアップハートのあれじゃねあれじゃねあ、これなんだ、なんか穴みたいのあるけど、ここは動く。えここか。じゃあ、あ、ここっぽいぞ。なんか下がった。え、なに、これでなんかボール持ってからこれをすんのかな。特に、あ、あ、そうっぽいぞ。で、球転がってきて、そんなうまく登れるかそれ。あ、登れたわようできてるな。これは、これなんか、お、やばい、ぐるぐる回ってる。ついたはいいけど、これはどうなる。あ、真ん中に行けるようになった。一応これなんて書いてあるんだろう。え、ハートがある。このマーク大事そうだけど、私には全然わかんない。これ絶対意味あるでしょう。さあ、これマックスアップハート20くれない。ハートじゃなくてがっかりしちゃいました。安心してください、ちゃんとハートあります。どうだ、20じゃね。やったえ、なんかめちゃくちゃ強くなってんな。まあ、じゃあこのところにはもう用はないかな。ん、なんか新しい島。あ、これスペードだ。ってことはやっぱハートスペード。あ、そうだね、やっぱね、ダイヤモンドの形に島がある気がする。あれ、なんか黒ひげ危機一発みたいになってる。あ、クリボー寝てる。大丈夫かお前。助けて、この辺りに私の仲間がいるはずです。なるほど。まあでもここ、あー、いるね、普通にいたわ。わー、大変だ、仲間を助けなくちゃお前マジか。この紙っぺらかな。ど、うおー、なんか魚が乗り込んできた。この木の上か、もしかして。あす、いやー、こっちだったり。あれ、これ、いやー、ヤシの木もう一個にいるね。おっ、これで緑で、黄色はどこにいるんだ。これ見てみよう。じゃあ、あ、やっぱこれスペードだな。これで多分左と右側と言ってないところだな。これ、え、ここ、あ、いたわクリボーが一瞬で粉砕したけど、あ、あと黄色、あ、あと2つだったか。え、あ、ハテナブロック、あ、え、あ、さらにハテナブロック、これで、あー、行った。そんなところにいたか。よし、これで出てくるか。オッケー。うわ、裸じゃん、お前。服どうした。俺に大海原に隠されたお宝の場所を教えます。まあ、正直もういいかな。まあ、でも一応通り道だし行ってみるか。やっぱフィギュアか。いや、お前らのフィギュアか、しかも。あった。クローバーだ、これ。うわ、なんか、うわ、たくさんいるな。お、このキノピオがす、どうしたこいつ。やった、マリオさん、ありがとうございます。私、茂みを抜けてあそこのパラソルのところに行きたいんです。マリオさん、連れてってくれます。わーい早こいつ。でもこれちょっとモンスターと出会わないようにしなきゃな。はい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 、いや、余裕じゃん。なんでお前行けなかった。なにー、いやー
ここやっぱ危険だな。まあでもここベンチあるな。しかも大きな穴を塞いで、これはなんかいいの入ってる。はい、よくないと。何この、私と仲間たち合わせて4人でここに集まりたいんです。茂みの中から残りの仲間を連れてきてもらいます。だっていやーマジか。てか兵法上に引っかかってない、お前大丈夫か。あ、キノピオレーダーか。あー、まあ充電するか。まあどうせキノピオレーダー使うとは分かってはいたが、ここだな。オッケー、1人目。あ、これ近い。オッケー、ここに1体。オッケー、こっちか。プンプン、折り紙兵許さん。あー、これで、あれ、これももしかしてもう一人いなくなってる的な。ああそんなことなかったわ。どうだ、ありがとうございます。4人のメンバーが揃いました。これでじゃあクラブ島もクリアか。全員名前があるんだな。あった、これ何、月、なんか最後だけ三日月なんだ。ちょっと違くない、なんかダイヤの代わりになってるのかな。お、なんか、あ、これすげえキラ尻尾だ。そういうのもあるんだ。でこれは何をすればいいんだ。カニを釣れっていうことかもしれないな。このカニをこれでこカニが見てこれ下がった時に、よし、こいつが何かを持ってんのか。これ何、ダイヤとかかな。このカニはマジでめちゃくちゃ弱かったな。いや余裕だった。え、これ何、土神か、なんか浮き上がってくんのかな。これで土神呼んで、もしかしたらこの穴開いてる部分がなんか出てくる気がする。あ、なんか出てきた。これ今までいたやつだ。え、シールも貼ってある。なんか丸の形になった。ぷくぷく、かわいそうだな。これでなんかフィギュアとか入ってたらもう絶望よ。さあなんだ、ん、おめでとう、ダイヤの鍵ゲットです。どこにあるんだダイヤなんて。鍵を手に入れたよ。キノコの島で待ってるね、ルイージ。さすがルイージだ。何、あ、これあれか、さっきあったワープキノコのところのドアノブか。目を開いた。鍵を手に入れたらこの石板も忘れずに見てね。これ待って、真ん中にあるな、どうやら。ここになんかがあると。ここでキノコノブをつけられるんだな。でこの先にいるのかわかんないけど、これ誰かいんのか。あ、ルイージ。お前先にいるんだ。いやもうこいつめっちゃ有能じゃん。大変だったよ、まさか大海原にあるなんてさ。ほら、ピジ城の鍵だよ。これ多分そうだよな、ダイヤの鍵ってやつだな。すごいな、こいつのおかげで今回の鍵はかなり良かったんじゃない。お、起きた。また違ったの。そうなのか、道理でダイヤの形なんておかしいなと思ったんだよ。いやこれ多分あと2回ぐらいしたらピーチ城にたどり着くな。海を泳ぎ疲れてちょっと休ませてもらった。もう船とか使ってる俺甘えじゃん。この家の人探してみようよって書いてあるね。おいでよパラダイスへ。あ、ここ下下がれるんだ。なんだここ、なんか絶対になんかいそうじゃん。これ何、敵のアジト的な感じ。いやそんなわけないのか。ただいま。これが、私が生まれたところですら。だって、そうなんだ。兄上を追ったのは一体誰なんだろう。確かに兄上は誰が生まれさせたんだ。次元の頭に閉じ込められてます。あー、これのどっかに挟まれてる人がいいのか。あれ、これなんか上の方に怪しい本があるね。兄さん僕を叩いて。あ、これに乗るんだ。あー、なるほど。よし、これでじゃあこの本が開けられて、これなキノピオがいいのかな。命折りの極意。命折りとは熟練の技を持つ職人だけが修練を重ねて得得できる、折った折り紙に命が宿る究極の折り方である。へえ、なんかそんなのがあるんだ。あ、これ紙の手じゃね。ここだな、ここに多分挟まってる気がする。あー、いやー、なんかすげえ貼り付けられてんじゃんお前。大丈夫か。折り紙職人さん、もしかして兄上おりました。オリビア、まさかオリビアかい。だってそうか、オリーがあちこちでそんなひどいことを。私がオリーを折ると命が宿ると同時にいきなり怒り出して私を壁に閉じ込めたんです。どういうこと。私は折り紙祭りのメインを飾る出し物としてこの折り紙城を準備していたんです。さあ、なるほどね、折り紙祭りなんてあったな。で、オリーが代わりにオリビアを追ったらしいね。そうだ、そのためにはピーチ城の鍵が必要なんだったっけ。よし、またルイージが探しに行ってくれるんだな。そういえばさっきルイージさんがくれたダイヤの鍵って何かしら。これ絶対ね、使うべき鍵だよな。
まあ、じゃあこれで行ってみるか。ちょっと待って、なんかくれるのか。メモか、なんかマックスアップハートぽいみたいだったら嬉しかったけど。ここら辺なんかない？あ、なんか潜れたな。ここがね、ちょうど中間地点なんよね。あった、これが多分ダイヤの島ってやつだな。あ、鍵穴がある。すごいな。ここにこのダイヤの鍵を刺せばいいってわけだな。これどういう風に開くの？こうか。ちょっとオッケー、あったね。わあ、沈んでく。そうやって開いてそこから入るんだな、きっと。え、めっちゃ綺麗なところじゃん。めちゃくちゃ綺麗なところ来た。すげえ。の像がたくさんあるな。お、目が光り出した。ダイヤの鍵を手に入れ、よくぞここへたどり着いたな。ここでは力、知恵、勇気の3つの試練を受けることができる。それぞれの試練を乗り越えられればその証としてオーブを授けよう。なるほど。まあ、ここの試練をじゃあ次は受けろっていう感じだな。まあじゃあ試しにやってみるか。